どうも、かげやんです。今日は2021年5月2日日曜日の、朝、快晴の朝ですね、気持ちいいぐらいブルーですね。ブルーということで、今日は晴れなんですよね。でゴールデンウィーク半ばですね。あと今日合わせて4日間ゴールデンウィークがあるんですね。この4日間僕は全て仕事ということで張り切っていきたいというふうに思っております。キュウリですね。どうですかね、まだキュウリの最初の原型みたいなもまだ出てない状態ですね。でもまあ葉っぱ的にはまあぼちぼち、ちょっとここはあれですけども、まあそれなりですね。で唐辛子はまあ唐辛子、まあまあ葉っぱはこう元気な感じですね。まだ実はなってないと。で水菜はね、昨日父親とも喋ってたんです。ちょっと厳しいかなというところで、もし時間があればですね、次の休日でもまた野菜の苗を買って新しいのをこう植えるという形、もうこうしおれてしまったらしょうがないんでですね、次のことですね、新しい苗でまた育てるようにしていくということをするしか、まあまあしょうがないんでね、これに関してはまあ残念ですけども、このままもう、次のに変えていこうと、新しい苗に変えていこうということで、でナスですね、これが一番順調かなと思うんですけども、これですよね。これが、まあナスになって大きくなっていくということで、ちょっとずつ大きくなってますね。まあ、非常に楽しみな感じではあります。ということで、まあちょっとね、朝まだちょっと寒い時もありますけども、朝はねしっかり着込んでですね、過ごしていただければいいかなというふうに思います。ということで今日は以上です。どうもありがとうございます。